どうも皆さん、朝霧海斗です。元号が平成から令和に5月からね変わりまして、日本が新たなね時代を迎えました。僕の生まれた平成が終わるのはなんだかね寂しいような気もしますが、新時代令和を頑張って生きていく、僕のチャンネルもね今以上に成長できたらと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで早速本題に入ろうと思います。令和記念ということで、私朝霧海斗、今まで集めてこなかったあるグッズをね集めていきたいと思います。それはネンドロイドをね集めていこうと思います。あれ、海斗フィギュアいっぱい持ってるやんと思われる方がねいるかもしれないんですけど、スケールフィギュアだけね僕集めてたんで、ネンドロイドは一切持ってないんですね。以前から気にはなってたんですけど、スケールフィギュアを飾るのでいっぱいいっぱいで、スペースの問題上なかなかね買うことができませんでした。とりあえずこのガラスケース、このケースがねいっぱいになるまでネンドロイドを買っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。このケースはね骨董市で手に入れたもので、元はね薬の展示をしていたケースらしいですね。ちょっと裏側見てみます。はい、こんな感じで裏から開閉するタイプになりますね。はい、こっちも同様に開きます。まあ、ネンドロイドを飾るのにもねぴったりですよね、ちょうど大きさも、うん、でね実はネンドロイドもね買ってきたので、こちらもね今回紹介したいと思います。記念すべき1体目のネンドロイドはこちらになります。この素晴らしい世界に祝福を、よりめぐみんのネンドロイドになります。グスマのねオンラインショップで購入するとオンライン特典がつきますが、今回ね別のお店で購入したので特典の紹介はできませんので、改めてご了承ください。ちょっと光の加減であれかな、見えないかな。はい、はい、こんな感じのめぐみんですね。はい、めぐみん、実はねこのキャラクターにはね私思い入れがありまして、最初にね抱き枕カバー紹介をした時もこのキャラクターでしたね。今も昔も変わらない大好きなねヒロインの一人で、声出し動画をね撮るときに僕に勇気をね与えてくれました。そんなわけでネンドロイド1体目はねこの子しか考えられないと思い選ばせていただきました。それではね早速外箱から見ていきましょう。いやちっちゃいっすね。うん、スケールフィギュアの箱もねこれくらいだと収納に困らなくて済むんですけどね、折りたたみできる箱を作ってほしいですね。中のプリスターとか全部小さくできるやつ無理か。この素晴らしい世界に祝福を、2中二病魔法使い系アクションフィギュア725番、こちらはネンドロイドの番号らしいです。めぐみん、めぐみん、ネンドロイド、グッドスマイルカンパニー。はい、そしてめぐみんの写真がありますね。はい、こちらが箱上部です。こちらが箱横の部分ですね。こちらも横の部分です。はい、こちらが下の部分ですね。はい、そしてこちらが裏側です。早速開けてみましょうか。はい、セット内容はこんな感じになりますね。
細かいパーツがあるので取り扱いには注意が必要になってきます。で、見たところエクスプロージョンのエフェクトのねやつが見当たらないと思うんですが、実は、はい、裏側についてます。このように分かりづらいですよね。早速パーツを取り出してみましょう。はい、ということでですね、メンドロイド開封し終わりました。かなりのパーツ量ありますね。っていうかスケールフィギュアと違って結構細かなね、ここら辺の腕パーツですとか、これね目のエフェクトですとか、これ眼帯ですね。こういうのが細かくてね、ちょっとなくさないように気をつけなきゃならない部分というのもありますね。で、僕ネンドロイドを買うの初めてなんですけど、顔が2つパーツでついてるんですよね。ということはメグミン顔を取り替えていろいろなシーンをね再現できるということなんでしょうかね、うん、で、僕がざっとね調べたところ、5パターンメグミンのシーンで表現できるということで、早速ねそのパターンを見ていきたいと思うんですが、その前にパーツをねいろいろ見ていきます。はい、それではね、各種細かいパーツを見ていきたいと思います。これが、ネンドロイドメグミンの説明書ですね。フィギュアを組み立てるときなどは、こちらを必ず見るようにしてください。はい、そしてね、これが腕パーツですね。で、このピンクのね、パーツがあると思うんですが、これは、杖の水晶のパーツみたいですね。はい、そして腕パーツで、で、これが、メグミンの目、キランってね、コーマ族の赤い瞳が光る時のエフェクトのパーツです。で、これがメグミンの眼帯のね、パーツになります。はい、そしてこれがね、メグミンを立たせる時などに使う台座のパーツですね。はい、そして顔パーツが2種類ついてます。はい、そしてメグミン本体ですね。そして、メグミンの杖に、マント、帽子ですね。そして、これがエフェクトのパーツです。それでは、早速、メグミンの5種類のパターンを見ていきたいと思います。はい、ということで、まずこれがパターン1のメグミンです。まあ、皆さんがよく、目にしてる、メグミンといえばこれじゃないでしょうか。マントと帽子、杖をね装着した状態になります。今にもね我が名はメグミンと聞こえてきそうな感じですよね。で、僕初めて今回この動画でネンドロイドを組み立ててみたんですけど、いやー、いろいろなところがね外れて、細かなパーツなんかもねよくできてるなぁと、思いました。で、もう早速組み立ててみて不満があります。一つだけ、うん、というのもね、このめぐみちゃんの帽子ね、はい、このようにね着脱式になっているんですけど、これね落ちやすいですね、うん、少しのテーブルのこういう揺れとかでもね落ちちゃう感じで、だいぶ気をつけなきゃならない部分なのかなと思います。というのもこの黄色い帽子、これあるじゃないですか、ここ帽子の黄色い部分ね、これがね着脱できるパーツなんですよ。で、帽子が落っこった時にこれ下手するとね欠けますね、うん、おそらく欠けちゃうような気がします。なので注意が必要になってくるかと思います。はい、ということでパターン1はこんな感じで、
続いてパターン2を見ていきましょう。はい、こちらがパターン2の恵みになります。先ほどの状態から眼帯とね、目のエフェクトを入れた状態になりますかね。目の光のね、エフェクトのクリアパーツなんですけど、これもちょっとね、破損に気をつけなければならないかなと、僕ね、触ってみて思いました。今にもね、爆裂魔法をぶちかましそうな怪しいオーラを出しためぐみん、うん、こういうめぐみんもね、好きですね。はい、ということでね、パターン2はこんな感じで、続いてパターン3を見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、パターン3のめぐみんになります。変わっているのはめぐみんの顔の表情、さっきよりもキリッとしたね、真面目なめぐみんの顔になってますね。そして、はい、杖のね、水晶の色、さっきが赤色だったんですけれども、ピンクの色になってますね。魔力が込められていることがね、見て取れると思います。そしてエクスプロージョンのエフェクト、うん、いやー、ネンドロイドってすごい、こんなに小さいのにこの迫力ですよ。これね、スケールフィギュアみたいにシーンとかね、ポーズを固定されるのではなくてですね、いろいろなアニメで見たあのシーンやこのシーンをね、表現できるっていうのは非常にね、すごいなって僕思います。これね、ネンドロイドを今後たくさん、例えばこのスバシリーズ集めるじゃないですか。そうすると非常に賑やかなね、あの感じのジオラマみたいなのができますね。非常にね、楽しみです。はい、ということで3つ目のパターンはこんな感じでね、エクスプロージョンでした。はい、続いて4つ目のパターンを見ていきたいと思います。はい、こちらがね、パターン4のめぐみになります。先ほどパターン3でね、エクスプロージョンを放ってしまっためぐみがね、魔力切れを起こして倒れてしまいました。まあ、この後の展開皆さんご存知ですよね。ジャイアントトードがやってきてめぐみをパクッとね、食べてしまう感じになるわけなんですけれども、うん、このシーンまでね、再現できます。で、ちょっとマント取りますね。はい、こうやると見やすいかな。ここ、はい、めぐみんのね、黒パンツきちんとね、再現されてますね。はい、はい、そんな感じでパターン4はめぐみんが魔力切れで倒れるシーンになりました。最後パターン5を見ていきたいと思います。はい、パターン5、最後のね、シーンになるわけなんですけれども、このシーンは皆さん覚えてますかね。めぐみんがね、カズマに対して、スースーするのでパンツ返してくださいっていうね、言ったシーン、うん、皆さん覚えてますよね。うん、いや、このシーンなんだけど、別売りのカズマのネンドロイドと組み合わせることによってですね、劇中のシーンをね、完全に再現することができます。もうね、こうなっちゃったらもうカズマも買うしかないですね。このスバ集めちゃおうかな。うん、そう思います。何ですか、レベルが上がって変態にジョブチェンジしたんですかってね、言ってきそうな感じですね。もう天使ですね、このめぐみん。うん、非常にね、可愛らしい顔とね、ポーズだと思います。はい、そんな感じでパターン5はパンツを取られてしまっためぐみんがね、返してくださいっていう懇願するシーンになりました。はい、いかがだったでしょうか。ネンドロイドコノスバーめぐみん、ネンドロイドナンバー725番、もし気に入ったっていう人がいればね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。うん、非常にね、豊富な種類のパーツ、そして再現できるシーンというのがね、ふんだんにこの一つのフィギュアにね、凝縮されているのではないのかなと、私思います。ネンドロイド初レビューだったですけど、まあ、うまく説明できましたでしょうかね。うん、こんな感じでネンドロイドシリーズの動画撮っていこうと思いますので、皆様よかったらね、ご視聴してくれると嬉しいなと思います。動画がいいなって思ってくれたら、高評価、グッド、チャンネル登録ボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いしましょう。さよなら。